どうも、プレイヤーのミサワリオです。実況相方味噌汁です。マリオパーティ3ミニゲーム集、VS すごく強い COM ゆっくり実況。最高レベルの COM との対決だぞ。その名に偽りなし、勝つのが困難なゲームも中にはあったりするぞ。そんな強力な COM 3人相手に、私ミサワリオ、全ミニゲームに挑んで勝利するぞ。これは大変そうな企画だ。ゲームやる前に COM すごく強い、その特徴や強さを解説するぞ。特徴知ってた方が強さのイメージしやすいからね。それでは解説をお願いします。どうもはじめまして、アシスタントのニャルです。マリパさんの CPU すごく強いの特徴を解説します。ストーリーモード強いをクリアすることで解禁される COM の最高レベル、人間離れした強さを誇ることもあります。人間ではないからこその超人的な反応速度や動体視力、早押し系では未来予知クラスの反応速度で対応したり、高速で回るルーレットを的確に止めれる動体視力、人間では真似できないことを平然とやります。人間は確認してから対応する過程を挟むので、超反応 COM と正々堂々張り合うのは厳しいです。連打速度も一般人よりはるかに速いです。連打力に自信ある方なら勝てますが、問題なのは連打しながら他の操作を要求するゲーム。連打力を維持しながら他操作も平然とやるので、人間はここで COM との差が出てしまうでしょう。最後は操作精度の高さです。精密な操作を要求される狙い撃ちやレースゲームなどでは、癖のある操作でも的確に狙撃してきたり、レースでは最適なルートを走ってゴールを目指してたり、特にレース系はこちらがノーミスでも COM のルートが完璧で負けるなんてことも。文字通りすごく強い COM ですが、彼らにも弱点はございます。それはミニゲームによって強弱が激しい。どんなに COM が強いミニゲームにもムラがある。そんな人間らしい気分やな一面、上ブレと下ブレって感じでしょうかね。COM の気分次第では勝つの不可能だったミニゲームでも、ワンチャンス狙えますので、ミサワリオさんには頑張ってもらいましょう。ニャルちゃん解説ありがとう。私の操作キャラは当然ワリオだぞ。主視点を見たい方はワリオを見てね。この動画は実況でもあり攻略なので、COM すごく強い3人戦想定した戦略を話したりもするぞ。いよいよゲームの攻略開始だ。それではパート1、マリパの基本、4人ミニゲームから攻略してくぞ。最初のミニゲームはボブルコンベア。落ちたり出現するボブルに触れたら負け。勝者は一人のみ、パンチや踏みつけで相手を妨害して落とす無慈悲なゲームだが、深追いするとルイージみたいなことになるぞ。安定して勝つなら COM 同士で戦わせて、怠慢になったらヒップドロップ。私はこのやり方で安定して勝ててます。パンチはあまり使わないんだね。ステージが狭くなったら時々使うぐらい、なお踏みつけは反動で吹っ飛ぶことあるから、場外付近のライバルや狭い時の踏みつけは危ないからやめようね。ヒップドロップがおすすめなのは、決まると行動不能時間が長くて、相手を落としやすいからだね。しかし今回はコンベアの挙動に噛み合わず、時間切れドローかなと思ったら、ボブルの位置に救われて勝利。アクションと戦略性の両方が必要で、コンベアの挙動とボブルの配置を把握するのも大事なゲームだぞ。降ってくるトゲゾウを避けろ。トゲゾウクラッシュ。初手は中央に逃げましょう。1個目のトゲゾウはランダムで外側に落ちる。何も考えず外側うろうろしてると出落ちします。さすが経験者、10秒ごとにトゲゾウ追加されるから。影で落下位置は確認しようね。2個目からの難易度が急上昇。トゲゾウ同士で反射するし動きも速くなるから、ライバルたちと固まってると思わぬ事故が。ピーチとルイージがその模範的脱落してる。こんな事故避けるため、ソーシャルディスタンスを心がけよう。3個目追加入りました。ここからカオスだ。危ねえ、超神回避。ルイージ君彼はもう終わりですね。滑る床も厄介だから、下手に走り回らないのもコツだぞ。アクション力も求められるがトゲゾウ運も絡んでくるね。おまけの出落ち番、中央に逃げた方がいいのがよくわかるぞ。反面教師。ボーナスゲーム、落っこちパラソル。落ちパラとかを。ンポって略してます。やめないか。勝敗のないボーナスゲームだが、がっぽり稼げる攻略法を紹介だぜ。まず両端どちらかに待機します。ハンマーブロスが何かを投げたの見て、傘を閉じて落下します。これだけで OK です。お前が昔から使ってる荒技。ハンマー投げられて失敗しても、余裕で10枚以上は稼げますし、下手に取り合いで中央うろうろするより、即座に回収できる壁より前方のが、圧倒的に楽だし稼げます。ハンマーの頻度多い運悪パターンでも、10枚以上は稼げるんで安定策だね。余裕があれば反対側のコイン袋も確認したいが、下手なことするぐらいなら壁際粘着だね。私ずっと壁でシコシコしてただけですが、見てくださいこのコインの量。40枚はやばくて草。上振れたら50手前ぐらいも行くぞ。ちなみにこの戦法がバレたのか知らんけど、リメイクのマリパスタでは対策されてました。壁際戦法返して。ダメです。記憶力ゲーム。きちんとお片付け。キチオカ。キノピオが派手に散らかしやがるので、元通りに戻しましょう。私は上の段を集中的に覚えて、下は他ライバルのをカンニングするぞ。ゴミカス。何が OK だよ芝くぞキノコ。上の段結構残っちゃったね。私対策か？
そんなの通用せぬ。今の私は真面目にやるぞ。どうやって覚えてるの？一個ずつではなく全体を一枚の画像として覚えることにしたかな。わお、大胆な覚え方。なるべく左上から配置して、ちょっと怪しい部分は後回し、覚えてる箇所から埋めて、微妙な場所は他ライバルの画面をカンニングする作戦だな。結局カンニングしてんじゃねえか。カーテン閉めない方が悪い。悪質常習犯。覚え方は人それぞれ、上の段を集中的に覚えたり、物の頭文字や色で覚えたりと。みんなはどんな覚え方してるのかな？そんな覚え方あるんだって感心したり、目から鱗が落ちたりもするから、よかったらコメントで教えてね。それぐらい個性が出るゲームだよね。ちな CPU 戦ならば誰にも怒られないので、プライド捨てて携帯で写真撮ったりもいいぞ。勝てるけど大切な何かを失いそう。プレイヤー戦では絶対にやるんじゃないぞ。やるならカンニング程度にするんだぞ。それも怒られるんだよな。すごく強い COM は賢いから、時々パーフェクトを出してくることもあるぞ。同点でも全員勝ちになるゲームだから、COM 戦では必ずパーフェクト狙いたい。4人ミニゲーム難関3強、その一つ。ぴったりモンタージュ。これそんなに難しいの？最後が運ゲーすぎてきつい。最後のルーレット早いもんね。最初に出たキャラに合わせてルーレットを止め、元のキャラの顔に近いほど点数高く、高得点な人が勝つルール。後のパーティほどルーレットが早くなって、最後は早すぎて目押しがほぼ不可。プレイヤー視点だと運ゲーなんだが、COM すごく強いは平然とパーフェクト出してくる。プレイヤーはほぼ運ゲーなのに COM はそうでもないの。ちなみに3種類キャラあって、キノピオは一番簡単な方。2番目に難しいのは花ちゃん。止めるパーツが4箇所あるね。とはいえ最後以外は目押し可能だから、結局キノピオと同じ最後が運ゲーだね。COM が下触れてくれればワンチャン。自分の運が良いか COM 下触れしか、ガチで勝ち目ないっすね。ただ COM 全員が調子悪くなることめったになさそう。それな、おいちょっと待て。お前らふざけんなよ。COM 全員パーフェクトとかおかしいでしょ。これが COM 最強ゲームの一角だ。4人ゲーム COM 3強に入るわけだこりゃ。じゃ、最難関もやろっか。マジでやるの？ってことでぴったりモンタージュ最難関、マリオの顔です。止めるパーツは最多の5箇所。しかも4個目ぐらいからもう目押しきつい。その上で COM の高精度な目押し、これ無理ぞ。4個目からきついとは言ったけど、人によっては3個目のヒゲ部分でもうきついかも。マリオのヒゲがわからないってことはないが、狙い定めてずっと見てると、ゲシュタルト崩壊してわからなくなっちゃう。あのすみません、ちょっと止めていいすか？どうしたの？私以外全員パーフェクト。って何？一周回って腐って。でもこれ同点でも勝てるよ。お前もパーフェクト出せば。いやーきついっす。あーゲシュタルトが崩壊してくゆー。おめめくるくるじゃわ。よし成功だ。よろしくお願いしまーす。やったぜー。すげー全員パーフェクトだ。これ10回ぐらいやり直したんだが、まさか初成功が最難関のマリオだなんて。そして全員勝ちって綺麗なオチが完成した。気持ちよすぎだろ。時間かかったが難関突破だ。実質ボーナスゲーム。キノピオクイズ。簡単な3択問題を答えるだけ。マリオキャラ知ってれば大体勝てます。マリオの株しか見えてなかったけど。マリオの被ってる帽子の色だろうな。COM の早押しの速さはムラールが遅い時はとことん遅い。わからない問題はじっくり読むかスルーしましょう。ドキドキ洞窟のドッスントロッコの問題だね。利用するサイコインは何枚必要かって問題っぽいので5コインが正解です。これはワープブロックの値段についてかな？ COM の反応を見るためにスルーしたが、大体これぐらいの反応です。超早い時はミスることあったりするぞ。ワリオのなんだって？そりゃ当然ワリオの帽子はギリギリまで問題文視聴者に読ませてたのにふざけんな。しかも答えたのマリオかよネトリか？問題文のネトリってなんだよ。たく困ったちゃんだ。うお、マリオ早くね。キノコ王国の姫さんの問題だ。そりゃわかるし答えないと横の人に。あれ？いや、くさ。超早押しからのミス回答はあるんだが、このケースは初めてかもしんない。お前の国の姫さんなのに、時間切れまで思い出せないのさすがに笑う。笑いながらヒエヒエレイクの問題答えちゃおう。あれ間違えた。お前も何やってんだ。ヒエヒエレイクの氷に乗れる人数かと。丸回だったからプレイ回数かな？多分そっちだったな。ジリジリ砂漠にはワープ？反対側に移動させられるアリ地獄かな？それなら答えは2つだ。出題される内容は複数あって。マリオキャラ、ミニゲームの記録、ステージギミック、順位やコイン枚数など。記録と枚数系は難しいよね。マリオパーティさんからの出題か、多分マリパさんで実装されたミニゲームは？って問題だと思うのでギャンブルだな。どうやら正解っぽいね。早押しボーナスゲーム、キノピオクイズは、COM の難易度にとわず簡単です。問題文見る暇与えてくれる優しさ、これはボーナスゲームですわ。最後まで正解した人の勝ち。誰かわかるかな？ 3 回戦で並んでるキャラをしっかり覚え、キノピオが指示した場所にいるキャラを当てるゲーム。右からのこの子、クリボー、テレサで覚えよう。キ、ク、テ、キャラの頭文字で覚えるのも良いぞ。キ、左から3番目のキャラは誰かだって、のこのこなんだよな。この後1匹ずつ増えてきますが、最大でも6匹なので簡単です。こんな簡単なゲーム間違えるやつを言う？お前よく間違えてるよね？は？デマ拡散やめてくださいソースだぜや。お前のマリパさん配信アーカイブ。ごめんなさい許して。ちなみに COM は普通に間違えます。COM くん頭良かったり悪かったりしろ。それでは右から覚えてきましょう。私の頭文字作戦で覚えてくぞ。右から、く、て、き、て、
く。父岡みたいに覚え方に個性が出るゲームだ。色で覚えてるってコメント見たことあったな。って何？右から3番目だから真ん中のキャラ、ノコノコだね。って何？亀の頭だから、そう。あ、もういいです。結局下ネタかよ。あっこの動画には低レベルな下ネタが少し含まれてるから、視聴前に気をつけてください。そのネタいつまでこすってんの？未来永劫。もはや呪いじゃん。元気に踊ってるマリオくんのためにも、最終ラウンド間違えないようにな。間違えなければみんな勝ち。それでは頭文字記憶法、A 紹介し、かてか。か、ノコノコは亀。亀だから文字の亀、なるほど。亀の頭で亀頭。頭の部分いる？亀だけでよくない？可愛い女の子に亀頭と言わせる任天堂作品があるらしいぞ。おいまたノコノコかよ。トリプル亀頭だな。フィーバー亀頭だな。連呼すんな。簡単すぎて楽勝だぜ。でも君よく間違えるよね。実は間違えるのには理由あって。理由という名の言い訳。これって左から丸番目って指示出るじゃん。そうだね。左の丸番目のキャラは？みたいな勘違いして間違えることあってだな。説明文はちゃんと読もうね。誰かこの間違い方の気持ち分かってくれ。実質ボーナスゲームな誰かわかるかな？ COM だって間違えるからプレイヤーだって間違えても間違いなく4人ミニゲームなんかん三強。二つ目は連打ゲーム。腹ペコプクプク。連打しながら別ボタンで潜水して爆弾を避ける。この同時操作がすっごくきつい。しかも COM は安定かつ脅威の連打力。速度落とすことなく爆弾も避けます。しかしその安定感が裏目になり、爆弾が連続で並ぶとミスすることもあるぞ。私も結構ギリギリだったわ避けるの。これ見てる分には簡単そうに見えるけど、ミサワリオの連打が異常に速いだけです。後半はもうきつい。体力ねえ。腕がつりそう。もう疲れちゃって、全然連打できなくて。ファイトー。お疲れ。今でこそ勝てるようになったけど、連打と潜水の同時操作慣れるまでは全く勝てなかったぞ。終わった後は息が上がりしばらく連打ゲーできない後遺症が。八百長ゲーム。雪玉ゴロゴロ。COM はそんなに賢くないので、ギョフノリを狙っちゃおう。難しくないんだが、おっ、危ねえ。マリオくんかわいそう。まれに COM が結託してリンチしてくることあるので、それされるとさすがにきついっすね。雪玉同士で相殺できるが、大きさ関係なく相殺できてしまうから、泥試合になりやすいです。なので逃げに徹して COM 同士に潰し合いさせ、やばい時には防衛、隙を見せたらギョフノリ、そこを意識すれば安定して勝てるぞ。ルイージ雪玉消費したな。死ぬかよい。てこいって、COM 相手なんだなんとでも言え。これぞ漁夫の尻。汚ねえケツだな。こらみそちゃんケツとか言うんじゃない。お尻と言いなさい下品でしょ。てめえにだけは言われたくねえクソが。相手を場外へシュー。見つけろパワーキノコ。ブロックに隠されたキノコをゲットして、最後に残った一人が勝ちです。おっきのこ出したな。お前のものは俺のもの。ジャイアニズムから大暴れ。ワリオ御用達のタックル。クソデブタックルを食らうがいい。とは言ってますが、直進にしか進めないから難しい。このゲーム一見簡単そうなんですが、勝つのがとても難しいです。キノコの運も絡むし操作も難しいからね。防衛時はジャンプを駆使して逃げろ。突進見えてからジャンプすると結構避けれるぞ。これ COM 結構頭いいね。こいつら移動先予測して突撃してくるからな。キノコ出たー。覚悟の準備をしておいてください。キングは常に先を行く。うろちょろしても翻弄できねえぞ。あっさり勝利。しかしやり直し回数は2桁。一人しか勝てないのでドローになることがほとんどでした。勝てないけど負けないやつ。泥沼になってたね。ドローだけに大空でスマッチ。キラーで狙え。直進に飛ぶ豆鉄砲と追尾するキラー。ライフは2個で1人だけ生き残るか、時間切れでライフが一番多い人の勝ち。この2つが勝利条件だね。同じ体力のキャラいるとドローになるから、全力で撃沈狙いますわよ。ってなんじゃこや。 COM 同士で開幕から潰し合ってる。逃げ切ったらライフ多いお前の勝ちぜ。うるせえ、狙うは全滅だ。 Y のキラーぶち込んでやるぜ。流れるように次々と撃沈。ルイージもキラーから逃げれず敗北。マップを見ながらキラーを発射して、キラーに狙われたら上昇気流で回避する。このゲームの勝ち方はこんな感じだね。マップの確認も大事だぞ。あー、心がぴょんぴょんするんじゃ。ぴょんぴょんバトル。COM 戦だと結構難しい分類で、高い操作精度で激しく攻撃してくるぞ。勝率は安定しないね。最大まで飛んで回転すると強く吹っ飛ばせるけど、ちょい飛びして回転でも押し出すこと可能です。人数が多い混戦時は大ジャンプ回転、怠慢時はちょい飛び回転を連打。こんな感じで使い分けてるかな。ルイージすげーぶっ飛んでてくさ。デブデブ大回転、ピーチとマリオの同時撃墜気持ちよすぎだろ。回転とジャンプのタイミング慣れるまでは難しいかもしれないけど、そこさえ分かれば COM すごく強い相手でも勝てれるぞ。このレフト書いてゴルフと読む。ニアピンぴったり。ランダムで地形とボールの位置が変わる。難しい山地形の映像を採用しました。平面はすごく簡単なんだけどね。勝利条件はホールインかボールに近い人。当然私はホールインを狙うぜ。プロゴルファーデブ。ボールのホールへシュー。ナイスショット。これで勝ち確定だね。ちなみに後のプレイヤーほど有利で、前の人たちの角度や位置を見てから後出しで調整できるからね。パーティモードだと順位が高い人から打つんだよね。4位の人が有利になるように調整されてるよな。一番最初勝つ山地形って相当難しい
しいし、結構やり直したんだろうね。15回ぐらいだったかな。これ早いのか遅いのかなんともだが、とにかく1番でオールイン狙うのは難しいね。てか COM なんだよお前ら、だらしねえし、私が見本見せてるのに何やってんだ。 COM は平面だとうまいんだけど、山地系だとガバる傾向あるみたい。 AI にはゴルフは無理だってことだな。でもポールに近い位置には打てるから、プレイヤーはホールインしないと負ける確率高いぞ。プロゴルファーになるしかねえ。あの神ゲーをもう一度。4人ミニゲーム難関3強にランクインさせようか悩んだゲーム、ドッスンパズル。連鎖させて高得点狙うパズルゲームだね。私はパズル苦手なのでいい加減な積み方します。最初はとにかく連打で積み上げます。ある程度終わって左側の列に入ったら崩します。やりすぎて自滅注意ね。ただ周り見た感じもう少し欲張れそうなので、右4列目で崩すことにします。覚悟しろよ。怒りのあまり大量連鎖してしまいました。強すぎ。ピーチ終了のお知らせ。今回のピーチみたくドッスンパズルの COM って極端に弱いか強いよね。動画収録して気がついたが、 COM の頭が良いのが原因かも。どういうこと？ COM は連鎖を想定した積み方をする。そこに想定外のお邪魔ブロックを送ると予想外の妨害に対処できず撃沈。つまり COM 戦では連鎖をされる前にこっちからやっちまえ。やられる前にやっちまえ。パズル苦手なおバカな私でも勝てる。速攻3列雑積み戦法をおすすめするぞ。記憶力ゲー、叩いてケツドラム。違うって、叩いてドラム。ABZ の3種類のボタンを使い、前の人が叩いた通りにボタンを押して演奏し、最後に残った人が勝つゲームだぞ。後になればなるほどきついんだよね。COM は結構長くまで持ちこたえ、稀に最後まで生き残ることあります。マジかよ、すごく強い COM くんやばいね。リメイクでは修正されたんだが、この長期戦になるケツドラム、最後まで複数プレイヤー残ったらなぜかドローになります。同じ記憶ゲーのお片付け、誰かわかるかな？これらは最後まで残った人の勝ちなのにね。相手を落とし入れるゲームでもないから、最後まで複数残ってドローになると、これだけ長期戦頑張ったのに何もねえ。って虚無になります。3分以上かかるもんね。 COM がミスする以外こちらから干渉できないので、このゲームは例外として、勝つか最後まで生き残ったら OK とします。このゲームは仕方ないね。昔はこの手の記憶ゲーム苦手だったんだが、覚え方や考え方を変えたら結構勝てるようになってきたぞ。どんなやり方をしてるんだ？まずは人の演奏中もボタンを押してリズム感や配置を覚える。これはみんなやってる王道のパターンかな。他にも同じボタンで並べたり単語として覚えたり、意図的に覚えやすいよう演奏してる。 A と B でエビって覚えたりするってことか。 BBA でババアとかもありだね。ひどいけどわかりやすくてくさ。1列目はそれでいいとして、2列目からだんだんと厳しくなる。なので2列目は1列目となるべく同じになるよう演奏するように心がけてるぞ。ほんとだ、 BA って並びにしてるな。それでもライバルたちによってバラバラになるから完全に同じは無理だけど、それとなくできるし、1列目と2列目は別物として覚えたりすると頭の中でごちゃつかないかな。しかしそれでもミスるときはミスる。そりゃプレイヤーは人間ですもの。そんな毎回パーフェクトなんて無理ですわよ。試合終盤だったりでコンディション悪いと、記憶ゲーは特段きつくなりますね。深夜帯のテンションとかもヤバそう。オンラインで友達と夜通し遊んでたとき、みんなキチゲ溜まって1列目すら達成できず試合終わることあったぞ。キチゲ振り切ってて草ってか、しれっとここまで脱落者いないってすごいな。これが COM すごく強い。そろそろ脱落者が出てくる頃合いだと思うんだが、2列目の半分ぐらいで COM すごく強いは脱落してたはずだとしても、ここまで全員残ってるのは滅多にないが、まあ最初の犠牲者はマリオになるだろう。なんだと?これもしかして最後まで行く？てか私もそろそろ記憶きついんだけど、だってこんな長く生きるなんて思ってなかったし、しかも COM 全員、なんならもう次のミニゲームのこと考えてたよ。それはさすがに早漏。あれ下の段どうなってたっけ？途中まで上と同じで、ここからバラバラになって、よかった合ってたー。これであとはもう待機するだけだね。COM が2人脱落して1人だけ残らない限りは、もう大丈夫だろうな。なんかフラグ立ってない、大丈夫？大丈夫だろ。中途半端に脱落者出るのが一番困る。それならもう全員落ちるか最後までやってくれ。あれこれ最後までやっちゃうけ。落ちろ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 、落ちたな。うん、正常だね。全員生き残りルートはなかったね。残るはマリオブラザーズ。奈落に落ちるような気分でここで脱落してくれ。奈落に落ちてるのは彼らじゃなくてプレイヤーのせいなんだよね。マリオアンダーのチャレンジコースで落としまくってごめんよ。でもそんなの関係ねえ。落ちろや。大声出して妨害してやろうか。大悪プレイやめろ。やったぜ。さあ次はマリオの番だぞ。これでマリオが正解引いたら笑う。それが一番困るやつ。けど稀に COM 最後まで生き残るから、なくはない状況なのがね。こうなったら全力妨害だ。嘘いっぱい吹き込んで混乱させてやる。ZZABBBAKAUNK。呪術かけてんのかな？ちょい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 。やめろや、落ちろや落ちろ。うわー。これ、大丈夫？いやー微妙っすね。なんとなく覚えてるけど最後が怪しい。てかほんと長いな、叩いてドラム。ミニゲームの中でも最長クラスじゃないか？ COM 戦ってくくりなら最長クラスだな。なのにドローになるのヤバすぎでしょ。ここは重い。出せた。私は生き残るぞ。じゃあなー。まさか COM 生存する最悪パターンとは。しかしこれは例外としてクリアにしますので、残業感ある終わり方だが次へ行こう。これでドローなの納得できないよ。
ミサはリオ得意のレースゲーム。モーターボートレース、COM は稀に変なミスするが基本うまい。なのでこちらがミスしたら負けだね。レースゲームで COM が変なミスってあまり想像でき、マリオくん開幕ミスってくさ。でも修正早いから侮れないね。壁が強いこのゲームの操作方法ですが、スティックを基本左にしか倒さない。右側へ倒すのはほんの微調整の時だけ。そこを意識すれば変な方向に進んだりしないかな。直感的にスティック倒すと失敗するんだね。このゲーム苦手って声も多いし、私も操作苦手だから参考になる。曲がる時は早めにスティックを左に倒し、インコースをついてくぜ。コツわかるとこんなに快適なんだ。ファイナルラップ突入。これもしかして記録狙えるか。まさかの収録中に。いけよっしゃ新記録だー。結構良い更新してんねー。32秒キープは早いよ。まさか収録中に記録出るとはな。いやーこの企画やってよかったぜ。私のテンション最高潮なんだぜ。お待たせ。最高潮のテンションから絶望へ。4人ゲーム最難関の。運んでアイスブロック。落ちないようアイスブロックを3個運んで、最初にゴール到達したキャラの勝ち。ただ COM の操作精度とスピードが異常。COM は落ちないギリギリのインコースを平然と走って運搬。プレイヤー側は滑る道をほぼノンストップでギリギリ走らないと、仮にノンストップノーミスでも負けます。COM は落下することもあるが誰か一人は基本パーフェクト。途中のプクプクの判断で差がつけれそうだから、プクプクに臆せず攻めるべし。今回はうまく進めたな。私の視点を見てた方は戻してるイージーの視点見るとおかしい操作精度してるのがよくわかるよ。これのやり直し回数エグそうだな。2回だよ。え？私が子供の頃から大好きだった。登れブロックタワー。これ楽しいから大好き。COM は登るの早く1ミスしたら稀に負けちゃうことも。こちらはノーミスで登るぐらいの覚悟でやろう。端から端へ飛び移り、助走しても距離足りないことあるんだよね。完成があまり乗らないからね。スティック最大まで倒しきれてれば問題なく飛び越えれると思うぞ。なるほどな。最後はハンマー投げたの確認して飛ぼう。これが実質最速っぽい気がする。さすが好きなゲームなだけあるね。終始危なげなくサクサクだったよ。このゲームは COM すごく強い戦でも負けなしのなしだぜ。心はダメだぞ。処理落ち消滅でスイッチ版では難易度が上がった。叩けミニクッパ。合計30体のミニクッパを叩いて、多く叩いた人の勝ちだ。反射神経が大事なのは間違いないけど、すぐに引っ込むミニクッパが厄介。叩ける判定は長いので完全に引っ込むまでなら叩けるが、出てきたのを片っ端から叩いてるとタイミング次第では逃すことも。処理落ち消えて確認する猶予もなくなったもんね。ちなみに COM の反射神経は異常で、見聞色の覇気でも使ってるかのような未来予期した攻撃仕掛けてます。COM 視点も必見だね。ラスト3秒は全方向から出てくるので焦らず的確に潰しましょう。ギリギリですが見てから間に合いますので。 COM が強いのは間違いないけど、ミニクッパの配置に救われたからパーフェクト達成できたぞ。 COM もパーフェクト出すの？パフェじゃなくても28って。ミスしたら余裕で負ける。 COM 強強ゲームだね。ウマ息子プリケツダーディー。ゴーゴー木馬。ゴーゴーにボタンを押して、木馬あーあーを。全速前進だ。スタミナ管理はするんだぞ。途中2箇所に人参補給所ありますが、人参を食べると一定時間スタミナ無限。青人参取るとスピンします。タイミング合わせが難しそうだ。実はこれ切り替わる周期が固定。1個目は3秒ごとに変化。最速だと17秒で通常の人参になる。12秒までは人参2本目が消えるぐらいを維持。以後は緩やかに速度落とすと、ぴったり17秒の人参をゲットできるぞ。ほんとだすごい。スタミナ無限時は超連打。実機ではここ処理落ちして連打が楽だったが、処理落ちしないスイッチ版ではそうはいかないぞ。てか COM も相当強い。私の連打も負けてない。2個目は1秒ごとの切り替わり。35秒の人参狙いが安定だが、最速の33秒人参を狙うぞ。いけー。連打連打超速連打ダダ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 。腕がもげる。頑張れ最速狙えたんだ。いけるいけるいける。ミサは一家ファイヤー。やったー。このリプレイいる？いらない。 COM に出された屈辱的な記録を更新してやったぜ。最速の記録更新おめでとう。ちなみにこれ任天堂公式記録と全く同じタイムです。その域までやり込んだのか。 COM は新記録出せるぐらいに強いので、このゲームも COM 強強ゲームだな。これにて4人ミニゲーム編は終了です。皆さん本編のご視聴ありがとうございました。名前通り COM も相当手強かったですね。人間ではないこそ可能な異次元の反応力と操作精度など、COM 視点で視聴するとこれまた違う面白さもあったので、お暇でしたらぜひ COM に視点を置いて再度視聴してみてください。ってことで完走した感想を。は？4人ミニゲーム編で心配だった。運んでアイスブロックが2回でクリアできたのが嬉しい誤算でした。10回以上のやり直し想定してたもんね。反面すぐ終わるだろうと思ってた。見つけろパワーキノコ。一番手で毎回地形も変わり難易度が常に高いニアピンぴったり。ここらは想像以上に沼りましたね。そして最後のミニゲーム55木馬。クリアも難しいしやり込んでしまい、理論上最速の人参を入手するまでやり直しましたね。記録出るまでのやり直し回数はなんと30回近く。腕がパンパンになって翌日筋肉痛になりました。お疲れさん。4人ミニゲーム編は苦戦こそするだろうけど無理じゃね。
ってゲーム自体はなかったので、序章であるパート1にはちょうど良い加減でした。これ無理じゃね？ってミニゲームこの後いくつかあるからね。私の戦いはこれからだ。次回もお楽しみに。